皆さん、こんにちは、菜の葉です。今回はパキラの剪定をやっていこうと思います。はい、それではパキラの剪定をやっていこうと思います。パキラの剪定自体は成長期真っ只中の7月にしてあげてもいいですし、成長期を迎えるちょっと前の5月から6月もベストシーズンです。がっつり葉っぱをカットしてあげることで新たに新芽を展開して、可愛い新芽たちがどんどん出てきやすくなります。なぜ5月から6月や7月のシーズンに剪定がベストなのかというと、気温が安定してきて植物がとても成長しやすい時期になるから。冬はパキラも10度以下になると成長も緩やかになり休眠状態に入ります。その状態でカットしてしまうと光合成もしづらい状態で新芽の展開が遅く、株にダメージを出してしまいます。なのでパキラやそれ以外の植物も成長時期に剪定をしていきましょう。剪定をするメリットはこちら。傷んでいる葉っぱや明らかに飛び出てる葉っぱを剪定してあげること。葉っぱが多くなってくると幹が日光に当たりにくくなってしまいます。パキラのように幹を太らせたい観葉植物に関しては、幹にもしっかりと日光を当てて光合成をさせてあげたいので、葉っぱが幹に覆いかぶさって日光が当たらないような状態になった場合は、切り戻しや剪定をしてあげて幹にも十分に日光が当たるように、育ててあげている私たちがしっかりとお世話をする必要があります。今動画に映っているパキラたちもよく見てみると、株元に小さな新芽がポコポコっと出てきています。このまま剪定をしてあげず育っていくと、今生えている葉っぱたちに光合成を妨げられてしまって、なかなかうまく成長してくれない可能性があります。株元の新芽はこちら、とっても可愛いですね。新芽の方が若くて生き生きとしていて、パキラにとっての成長を促す働きがあるので、古い葉っぱはカットしてあげて新しい新芽の成長のサポートを私たちがしてあげるということです。ちなみにパキラとっても成長が早く生命力も強いので、今回はがっつり剪定するぞと丸坊主になってしまっても、必ず時期を守ってあげれば新しい可愛い新芽が大体2から4週間で出てきてくれると思うので、思い切って剪定作業をしてあげましょう。剪定の手順としてはとってもシンプルで、今後ここを成長させたいなっていう場所をカットしてあげる、たったそれだけ。パキラのように生命力の強いタイプの植物は気にしなくてもがっつり切っても大丈夫。ただ今まで育ってくれた葉っぱをカットするのはちょっとかわいそうだなと思う方もいらっしゃると思います。なので剪定する際はご自身の加減でカットしてあげても大丈夫です。今回は新芽をがっつり出したいので、バッサリ剪定していこうと思います。まずは剪定バサミを用意して、必ず使う前はアルコールで消毒をしておきます。それでは実際にカットしていきます。またカットした後に樹液が垂れてくるので拭き取ってあげる作業も必要です。かぶれやすい方は手袋を着用して作業を行いましょう。このパキラは新芽をもっと展開するため
がっつりバッサリ切っていきます。最後の葉っぱも根元からパツンと切っていきます。ちっちゃな新芽が全開になりました。見えづらいかもしれないですけど、この部分です。新たな新芽の展開を楽しみに待ちながら成長を見守っていこうと思います。切り口はしっかり乾燥、乾くまでカット面に葉水はしません。続いてはこちらのパキラを剪定していきます。このパキラは下の方で新芽たちが大きく成長をしているので、その新芽たちの成長を促してあげるため間延びしている葉っぱを剪定していきます。と伸びている葉っぱの根元からカットしていきます。最後の葉っぱも根元からパツンと切っていきます。とっても可愛い新芽たちが出てきました。光合成がしやすくなった。次に剪定した葉っぱを水耕栽培にしていこうと思います。そのまま水に挿してもうまく成長しないので、まずいらない葉っぱを取る作業が必要です。真ん中の幹の部分は残して他の葉っぱをカットしてあげます。もう一つの枝も同じようにカットしていきます。次に葉っぱを半分に切っていきます。なぜ半分に切るのって思いますよね。それは剪定したばかりのパキラの枝には芽がないため、十分な水分を吸い上げることができず成長しきれない可能性があるからです。そこで葉を半分に切ることで葉から蒸発する水分量を減らし、水を吸い上げる量と蒸発する量のバランスを取ることができます。最後に活力剤を混ぜたお水を入れてあげます。画面左下のショップ、またはリコアンからご覧ください。